こんにちは、さあやです。私のチャンネルの登録者数が10万人を超えました。おお、皆さん見てくれてありがとうございます。はい、これからも飽きないで見てください。これからもよろしくお願いします。ということで、今日は弟に仕返しドッキリを仕掛けたので、どうぞご覧ください。リベンジ、弟に仕返しドッキリやっていきたいと思います。前回の失敗点が、さやかの行動が怪しすぎたことと、弟が全然おもちゃのムカデってすぐ気づいちゃってダメだったっていうことなんで、今回はこちら、地の利でやっていきたいと思います。私がそのハサミで手を切っちゃうみたいなドッキリをしたいと思います。私ね、でもね、実際ハサミでよく手切るんですよ。だから多分バレないんじゃないかなと思います。今度こそ失敗しないように頑張ります。やばいから血が止まんない。見て、ちょっと待って、見て、あの消毒とバンドエイド。いって、赤だ。大丈夫、やばい、これ絶対血じゃねえな。血だよ、だってここ切っちゃったの。ほら、血じゃねえな。血だよ。あ、違うって言った。あ、血だよって言った。てか早く手当てして。絶対違う。何ね、え、本当に早くして、痛いんだから。嘘だ、ここ切った。嘘だな、これ血じゃないもん。血だし、これ血のりじゃん。は？うん、そんぐらいわかる。あ、これやっぱ血じゃない。ベンチーついてる。うん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 、バカ知るか。ほらね。なんで血ぞりってわかったの？YouTube で血のり見てるから。誰の見たの？はじめ社長。はい、ということで今回のドッキリもお姉ちゃんの負けでした。ね、今回はどこがダメだった？朝や結構演技は上手かったよね。え？入っていく。だって触った瞬間さ、濃かったもん。あ、血の色が違ったってこと、うん、じゃあこれはお姉ちゃんの負けではなく、この血のりの負けということでいいね。違う、また挑戦すればいいけどね。でも勝てるかって言うけど。お姉ちゃんは今回のドッキリでお姉ちゃんのことを心配してくれるかっていうのもね、調べたかったので、ね、ここにね、ちゃんとなぜか消毒2個とバンドエイド持ってきてくれてるわけですよ。だから結局心配はしたってことだよね、うん、で、血じゃないことに気づいて、なんだよみたいな。ということで、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。サブチャンネルもやってるのでよろしくお願いします。それでは、せんでした。ゆうゆうでした。バイバーイ。バイバーイ。キランキランキラン。騙せるのは自分だけだ。どういう意味？めっちゃムカつく、この野郎。この野郎、この野郎。